常勝の宗広さんに6型のグリフィスの紹介をしていただきたいと思います。このグリファスで常勝さんが変えた部分ってどこですか？まずリアサス、シート、フリーが変わってるんですね。フロントフォークになります。グリファスに乗り換えられてからどういったこう今まで従来のシグナスと今のグリファスとどこが違うか、まあ感じるところでいいので教えていただきたいんですけども、4型を以前乗ってたんで4型と比較すると、はい、まず車体の安定性、ホイールベースがちょっと長くなったので、安定性が出たのと、上の伸びっていうのがだいぶ伸びるようになってて4型に比べると、はい、なんでその、まあ、トップスピードって あんまり出せないんですけど、まあ、上の伸びっていうのが良くなったかなとはこうパッて乗りかけてから思ったので、それは感じました。あとブレーキの方はちょっと違うんですよね。そうですね、ブレーキがコンビブレーキっていうのになってて、はい、リアを握るとフロントが、はい、一緒にこうフロントが入っていくような感じになってしまうんで、はい、でまあスクーター乗ってる人だったらリアだけかけてこうスーッて止まろうかなって思う人いると思うんですけど、はい、その時はちょっとフロントもちょっとかかってしまうんで、はい、そこだけちょっと注意しては乗っていますね。このグリファスもプーリーの方変えられてるんですけども、そのグリファスのノーマルとこの FCC さんのプーリーとでどう違ってきますかね、体感っていうのを教えていただきたいんですけども。グリファスのノーマルは、はい、まあ良くも悪くもこうまったりしててスムーズに変速していってトップスピードに変速していくんですけど、はい、やっぱりそのまったりしてるんで加速がまあ遅くはないんですけど、まあ、ちょっと物足りないなっていうのがあるんで、なんでこれに変えていただけるとやっぱり初速からの中速区間、はい、トップスピードまでの加速区間が速くなっていくっていうのと、トップスピードもやっぱり若干上がっていくっていうのはあります。でこれは標準のもの、その付属のキットのものがそのまま組んであって、はい、ウェイトローラーは 8g、 シムワッシャーは1mm で組んでます。はい、でやっぱ変えられてやっぱだいぶ体感っていうか、そうですね、加速感速くなってるのと、やっぱそのノーマルだとトップスピードまでの到達スピードも遅いですし、そのトップスピードまで時間かかるって、そのあんまりこういう何て言うんでしょう、市街地ではあんまりないと思うんで、はい、なんでどちらかというとその街中で乗りやすいようにっていう風にさせていただいてます。はい、これサスはどういった感じになってるんですか？サスペンションは、まず長さが320ミリで、でイニシャルが無段階調整になってて、で、入り側の減衰と戻り側減衰と車高調がついてます。これタンクの方は、タンクが、下になってるのが、はい、上にしちゃうとこの純正のフェンダーに干渉しちゃうんで、はい、下タンクとなってますね。あ、はい、その純正と比べてサスっていうのはどうですか？純正のサスが結構リアもなんですけど前後ともちょっと硬くて、個人的に硬く感じるので、はい、まあちょっと柔らかめで乗ってるっていうような感じですね。ありがとうございます。はい、RPM のサスなんですけど、乗車さんで購入するとなんかどういった特権があるんですか？まず今までオーバーホールっていうのが台湾に送ってからのオーバーホールになったんで、はい、送料とかがかさんでしまって値段が高くなるのと、はい、やっぱり往復の納期がかかってしまうっていうのがあったんですけど、つい最近から国内でのオーバーホールを開始できたんで、納期の短縮と、作業工賃っていうのも安くなったっていうのがあるんで、まあ、そこはメリットではあると思いますね。はい、これは常勝さんで言うたオーバーホールもしていただけるってことですか？そうですね、うちから代理なんて言ったでしょう、代理店に、はい、代理のところにあるんでそこでオーバーホールしてもらうっていう形で、はい、しています。それはめちゃめちゃユーザーには嬉しいことですね。そうですね、はい、今まで結構オーバーホール依頼があったんですけど、やっぱり値段とか納期とかで諦められる方いてたんですけど、やっぱり国内でするとそこのハードルが下がると思うんで、はい、ぜひとも、ね、検討される方はお願いします。ありがとうございます。はい、お願いします。
今回ですね、あの上昇湾の宗広さんに説明していただいたんですけども、今後上昇さんとしてはどうしていきたいんですかね。まあグリファスのパーツメインもですし、まあシグナスの従来の1型から5型のパーツもまたあのラインナップはしていきたいと思っているので、またそちらの方は随時告知とはしていきたいなと思っているので、はい、お願いします。今回はありがとうございました。ありがとうございます。なんとですね、上昇湾さんからですね、キーホルダーとステッカーのセットをですね、3名様の方にプレゼントしたいと思います。プレゼントの応募方法はこちらの動画のコメント欄に記載していただいた中から3名様の方、20日の日にですね、僕が当たりましたっていうことでコメント欄で返事しますんで、そこからですね、住所とかお名前とか発送地の詳しい場所をですね、インスタグラムの方からやり取りさせていただきたいと思っております。まあ、ぜひねコメント欄にいっぱい書いていただきまして、まあ抽選で3名様の方になるんですけども、結構ねこの上昇湾の指立ってるやつとか人気のステッカーになりますんで、あと FCC さんのキーホルダー、こちら非売品のキーホルダーになります。皆さん応募の方ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、こうやってね皆さんにちょっとでもプレゼント企画ができるように今後とも頑張っていきますんで、応援の方よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。